This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。文化省はカオアンの世界遺産の登録申請を検討するよう呼びかけています。プーケットの交通インフラの大規模な刷新が実施される予定です。タイでプライドネーションサムイインターナショナルフェスティバルが開催されます。外務省は FIFA 総会の開催はタイの経済と観光を後押しすると歓迎しています。それではまず初めのニュースです。文化省はカオアンの世界遺産の登録申請を検討するよう呼びかけています。文化省はペチャブリー県にあるプラナコンキリ国立歴史公園、通称カオアンをユネスコの世界遺産に登録するため申請を検討するなど様々な活動を実施しています。須田湾文化大臣は先日の閣議で165年の歴史を持つこの遺跡をユネスコの暫定リストに登録するため美術局がその実現の可能性を探るため調査を行っていることを明らかにしました。ラマ4世時代に建設されたこの国立歴史公園は王室の避暑地として利用されており、新古典主義様式と中国建築様式が融合している建物があります。プラナコンキリは3つの宮殿都市というニックネームで呼ばれています。3つの宮殿の一部となる宮殿、寺院などの建造物があります。美術局はカオアンの豊かな歴史と文化的意義から世界遺産の有力候補になると考えています。この遺跡は年間20万人以上の観光客が訪れる魅力を持っており、多額の観光収入を地元にもたらしています。須田湾文化大臣は、カオアンの観光プロモーションに加え、この地域の他の文化遺跡や民族コミュニティを訪問することで、文化保護に対する政府の方針を認識できると述べています。最近これらの民族の伝統や習慣を保護するための法律案が承認されています。次のニュースです。プーケットの交通インフラの大規模な刷新が実施される予定です。政府はプーケット県をトップクラスの観光地として、また南部地域の重要な玄関口として発展させるため、プーケット県の交通インフラを刷新する大きな構想を発表しました。チャイ政府報道官は、プーケット国際空港とプーケットタウンとを結ぶ新しいモノレールシステムの開発を含む、この交通刷新計画は、複数の交通手段にわたる交通インフラを強化する戦略の重要な要であると述べています。近年、プーケットを訪れる観光客の数も増加し、渋滞が悪化、対策を求める声が上がっています。
当面の対策としては、高速道路局によるスマート信号機の導入、駐車禁止区域の設定、渋滞地域での U ターンの規制の撤廃などにより、国道402号線の交通渋滞緩和に取り組みます。中期的な計画は、2026年までに国道4027号線を4車線に拡大し、交通の慢性的な混雑を解消する予定です。長期プロジェクトとしては、パトンビーチとプーケット国際空港とを結ぶ高速道路の建設があり、2030年までに開通する予定です。タイ高速鉄道公社は、現在、全長 41.7 キロのライトレールシステムの事業化に向けた調査を進めており、2028年に着工、2031年までの完成を目指します。また、アンダマン海で増加するクルーズ船観光に対応するため、新海港の実現可能性調査も行われています。空港管理・運営するタイ空港社は、プーケット国際空港と近隣の島々等を結ぶ水上飛行機サービスを計画するよう指示を受けています。次のニュースです。タイでプライドネーションサムイインターナショナルフェスティバルが開催されます。来月、サムイ島でプライドネーションサムイインターナショナルフェスティバルが開催されます。この壮大な祭典は、世界各国からの観光客を歓迎し、タイが包括的な社会を支持していることを示すために実施されます。今回のフェスティバルは、プライドパレードに参加しようをテーマに、タイ政府観光庁、スラータニー県、RN マルチメディア&エンターテインメントなどの民間企業の協力のもとに開催されます。このフェスティバルは、サムイ島世界各国、特に東南アジアからの観光客にとって、プライド月間を祝う拠点へと認めてもらうことが期待されています。サムイ島の観光ピークシーズンを前に、10万人以上の観光客を誘致し、観光と経済の活性化が求められています。さらにこのフェスティバルは、タイで同性婚を合法化する結婚平等法案が承認されたことを記念して開催されるものです。サンセットパレード、音楽祭、パーティー、セミナー、ワークショップなど、活気に満ちた高揚感のある催しが目白押しとなっています。県知事はこの機会に地元のホテルやレストランが訪問者を温かく迎え、リーズナブルなサービス価格を維持するよう要請しています。プライドネーションサムイインターナショナルフェスティバルは6月24日から6月29日にかけサムイ島で開催されます。サムイ島でのこのイベントとは別に、バンコクではプライドセレブレーションとドラッグクイーンフェスティバルのイベントも同時に開催する予定です。次のニュースです。外務省は FIFA 総会の開催はタイの経済と観光を後押しすると歓迎しています。外務省は5月13日から17日にかけ、タイで開催された FIFA 国際サッカー連盟の総会は、世界のサッカー指導者をタイに集め、地元の経済と観光を活性化させるとして歓迎の意向を示しました。外務省情報局ニコルン局長は、FIFA の総会はタイに大きな利益をもたらすとの期待を述べています。総会の成果は、経済機会の創出と観光の促進によって証明できるとし、さらにタイの観光、文化、伝統、ライフスタイルを紹介し、宣伝するプラットフォームとしても機能し、国のソフトパワー戦略が強調されたと述べています。また FIFA の総会開催は、タイの子どもたちや青少年が FIFA の活動に参加する良い機会ともなりました。外務省は委員会メンバーとして、議会出席者のビザの手配を支援し、重要なゲストを迎えるため、外交儀礼に関わる問題の処理に当たりました。FIFA の総会は、タイの国際的なイメージの向上に非常に役立っています。タイの文化、伝統、ライフスタイルを世界から訪れた参加者に紹介することで、タイのソフトパワー政策をアピールし、関連する活動は各国間の理解と良好な関係をさらに深めることになりました。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。文化省はカオアンの世界遺産の登録申請を検討するよう呼びかけています。
プーケットの交通インフラの大規模な刷新が実施される予定です。タイでプライドネーションサムイインターナショナルフェスティバルが開催されます。外務省はFIFA総会の開催はタイの経済と観光を後押しすると歓迎しています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。ラオマルーマンロイガンドゥネファドゥงาม มองจนเพลินดูไปก็น่าลอยตาม หากใจเรามันพองเป็นอย่างกับลูกบอลลูน เธอคอยเติมให้ความรักเข้าของตาม มาเถิดเติมรักให้เต็มรูปวง ทำหัวใจเราให้พองใหญ่ เต็มหัวใจอย่างบอลลูน มาเติมรักจนอิ่มจนล้นจนป่องสุดรักจนเป่งจนหัวใจพองล่องลอยไปกับความสุขล้นปรีGMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.